高知県立尾高高等学校は、高知県南国市を校長中島に所在する公立の高等学校。県内で唯一、美術、書道専門のコースがある。普通科生徒は2年次より、次からコースを選択する。平成24年度より、学力伸長型コースの名称が変更された。また、技能習得型の設備につくコースが、計に改められ。 V 型という名称は撤廃された。男子生徒は紺色の学生服である。夏服はカッターシャツとなる。女子生徒は上下紺色のセーラー服となる。夏服、愛服はセーラータイプのシャツとなる。カバンは2種類あり、ファーストバッグとセカンドバッグと呼ばれるカバンである。ただ、ファーストバッグについては現在使用されていない。また学生カバンとは別に体操服を入れる。 手下げカバン兼リュックサックがある。このカバンは学年によって色が分けられており、赤、青、緑がある。この色に関しては、その他のものにも適用されている。ありがとうございます。